次に浦野康人君、浦野康人君。日本医師会の浦野康人です。よろしくお願いいたします。えー、早速ですけれども、質問に入りたいと思います。あの検証報告の17ページにいーありますけれども、世田谷区の施設がですね、えー、利用する児童がいないためということで、えー、休止をしています。まあのこれってどういう状況で休止しているのかっていうのをまずお聞かせいただきたいのと、おまたまあ。 先ほどの首相会議員の質問もかぶってますけれどもまあ会計検査院からもですね、企業主導型保育施設の利用が低調であるという指摘も受けていますけれどもまあこれについてどういうふうに対応していくのかをまずお聞かせいただきたいと思います内閣府小野田統括官お答えいたします、えー、委員御指摘の当該施設につきましては、えー、平成30年4月から運営を開始してございましたが えー、今年三3月31日の時点で利用する児童がいなくなったため、助成要領に基づき、えー、事業の休止について、えー、児童育成協会に報告し、認められたものと承知してございます。えー、休止理由具体的な休止理由につきましては、えー、利用する児童がいないためとされているところで、えー、これ以上の詳細につきましては、個別事業者に関することであり、えー 差し控えさせていただきますが、いずれにしても、利用が低調となっている事態はあの、解消していくことが非常に重要,だ重要だと思ってございます。会計検査院の指摘、また3月の検討委員会の報告を踏まえまして、例えば審査時に従業員枠については、利用者の意向調査等のデータを求め、地域枠については自治体から地域の保育需要等の客観情報を求める。また開設後においても利用 が低調な施設については、巡回指導、企業と施設とのマッチング支援など、相談支援を充実させる、また各施設の定員充足状況等を定期的に公表するなどの改善策を講じてまいりたいと考えてございます浦野泰人君、まああの。先ほどの翔会委員の最後のこ、ねえー、言葉で、えー、私も前半は、ね、あの同じ意見なんですね。 ただ、後半はまあだから公立保育所っていう部分からは、ちょっと私はまた別の意見なんですけれども、ただ、やっぱり運営に苦労するケースとかですね、先ほどのように、まあまあ親会社の破産というのがあったりとかですね。 安定的な運営が担保されていないケースというのが結構見られるわけですね、この企業型保育所が。われ、まあ、我々が知る限りでは、例えば社会福祉法人の認可保育園なんかはです、ね、やはり安定的な運営をしっかりできるのかどうかということが、まあ、認可のやっぱり一番重要な基準ですし、何かあったときでも、おまあ、問題が起きた保育園で、 子どもたちが、まあ、違うところに行かなあかんとかです、ね、まあ、保育ができなくなるとか、そういうことを避けるためにです、ね、できる限り現場に影響がないように対応するっていうのが、まあ、認可保育園の根本的なやり方なんですけれども、そういう意味ではその、やはり経営に苦労することが多くてですね、 非常にいい運営の安定的な運営ができてないというケースが多いんじゃないかと、まあ、そういう意味では保育の素の確保とかです、ね、事業の継続性、安定性の確保というのを、これからどのようにして測っていくのかというのも重要なことになってくると思うんですけれども、いかがでしょう小野田統括官。 お答えいたします委員ご指摘のとおり、保育の質の確保や事業の継続性、安定性の確保は極めて重,重要であると認識してございます。委員会報告におきましても審査時の審査あ、申請時の審査につきまして、審査委員会による審査体制や審査内容を充実する。 必要に応じたヒアリング、現地調査など審査の精度を向上させる。まずは財務面などを的確性を審査し、次に事業計画等を審査する。 開設後の安定的な利用者の確保のため、審査時に従業員枠については利用者の意向調査等のデータを求め、地域枠については自治体から地域の保育需要等の客観情報を求めることとされてございます。また、開設後の相談支援につきましても、開設後の保育業務、安全等についての継続的な相談支援を実施する、各施設への巡回指導、定員に空きが生じた施設と保育ニーズがある企業とのマッチング支援を行うことや、指導 監査の充実なども求められていいるところでございます、えー、報告を踏まえ、保育の質の確保、事業の継続性、安定性の確保のため、えー、現在、国による審査などの基本ルールの在り方、実施機関による相談支援等の実務の在り方について、国と実施機関の役割分担を明確にする中で、えー、検討を進めているところでございます浦野泰人君あの。やっぱり安定的な運営を,をさせようとしたら、 一番最初の審査で,です、ねえーまああ、親会社になるような企業がです、ね、どれぐらいの,その、まあ、保,育保育所に対して、えー、運営費をま、まず、あ、初めてすぐに運営費が入ってこないですからあ、しばらくタイムラグがあって運営費が入ってくる、まあ、それで、えーまあ、キャッシュフローが回らなくなって、えー、結局、 潰れてしまうところも、多々出ました、最初の方にね、まあ、そういうこともあるんで、やっぱりそういうところ、しっかりと企業の方でも担保できる体力があるということをね、もうちょっとしっかり見た方がいいのではないかと私も思ってますので、まあ、これから新しく認可されていくところはです、ね、そこらへんのところ、しっかりと見ていただけたらと思ってます。 でまあ、次もです、ねえー、これもこれまでの委員会でもお指摘をされてますけれども、やっぱり指導監査、指導監督をです、ねまあ、先ほども少しお答弁,答弁いただいてましたけれども、まあ、指導監査はしっかりとしないとだめだと思うんですねで、まああの、保育の質っていうのが、じゃあ、イコールー何を指して保育の質というかと言われると、まあ、非常に範囲も大きいですし、 まあそれが保育士の質であるのか、それとも施設の質であるのか、その経営会社の質なのかっていう、それはいろんな質があると思うんですけれども、やっぱりそういうところを監査でしっかりと指摘をして、質の担保はもちろんですけれども、質の向上をねしてもらわないといけないというふうに思ってます。まあ、あの監査指導のの人的な余力っていうはは私は あの今回のこの騒動を受けて、いろいろと聞かせていただいた中で、とてもじゃないけど、監査指導の人的なそういう資源は、まあ、足りてないんじゃないかというふうに思いますので、その点、政府としてどういうふうにしていくのか、改善していくのかをお聞かせいただきたいと思います。 お答えいたします指導監査につきましては、解説後の指導監査等において、委員ご指摘の保育の質の視点が不足している、自治体と実施機関の間の指導監査の連携等が不足しているなどの課題が指摘されてきているところでございます。このため、報告を受けまして、現在、財務面、労務面を強化し、さまざまな法人種別に対応した専門人材の確保、監査の専門的なルールを作る。 地域ブロック別、または保育内容、財務、労務の業務別の体制を整備する、国が必要に応じ、直接的に指導を監査する体制とする、実施機関と自治体との間の指導監査基準の整合性の確保、指導監査の合同実施や結果の情報共有を行う、こうした改善に取り組んででいいるところでございます浦野泰人君。はい、あのー 昔はです、ねまあ、認可保育園なんか、まあ、これは規制緩和されてなくなりましたけど、近くに保育園があった場合、ある程度離してじゃないと認可をされなかった、そういう時代もありました、でまあ、今はそれが規制緩和で廃止されて、さすがに隣同士とか、そんなはないですけども。 まあ近くすぐそこ、目と鼻の先に認可の保育園ができたりとか、まあ、旧型の保育所なんかやったら、もうそんな全くお構いなしに、認可保育園の真前に、旧型保育所ができたりとかですね、そういうのが当たり前になってます、私はそれ自体は、まあ、やむを得ないことだとは思ってるんですけれども、先ほどもちょっと触れましたけれども、保育の質っていう話になってくるとですね、 やっぱりそういう近接した同じような保育園が、まあ、種別のものがあるというのはええ、まあのか悪いのかやっぱりちょっと疑問が出てくるんですねそれ例えばそのこれも過去に質疑をしたことがありますけれども園庭問題とかもそうですよねあの都市部の延を、まあ、今の最低基準で園庭を作らなくても近くに。 公園があればそれで園庭と見なすということをやってますけれどもその同じ公園にですね3つも4つも保育園が園庭として使っててですねもう時間帯によってはもうその各保育園の子どもでまんさか公園がもういっぱいで普通に遊びに来た親子が。 遊べないぐらい子どもがいてるとかですね、そういう逆の社会問題を引き起こしているわけですねで、大津の本当に痛ましい事故もありましたけれども、あの保育園も結局は園庭がないということで、頻繁に子どもの体の育ちのために、頻繁に外に出て公園に遊びに行ったりとか、子どもの体を動かすためにですねそういうことをやってたと、その中で起こった事故だった。ね、私は この部分はです、ね、もう先ほどの塩川議員と全く同じ意見で、やっぱり待機児童の解消っていうのを、急ぐがためにね、えー、犠牲にしてしまったんじゃないかなとその保育、子どもの安全とか保育の、そういう部分の最低基準である質とかですね、そういうものを、まあ、優先順位を少し間違ったのかなというふうにも思ったりはしてるんですね。で まあこれから、じゃあ、それを元に戻すのかと言われると、それをすると、おそらくもっとまあ保育園に入れない子どもたちをどうするのかということにもなってしまうので、そこはまあやむを得ないとは、今はね思うんですけれども、ただ、であるならば、そういう大津のような事故が起こらないように、今、市町村がしっかりと点検を、道路を点検していただいて、 ここにはガードレールつけた方がいいんじゃないかとか、そういうことをやっていただいている市町村もたくさんあると思います、ところ、これがですね、実は、まあ、あの予算の関係でね、えーその、危険やって分かっても、予算の関係で、えー、そこに例えば、縁石はつけれるけれども、ガードレールまではつけれないかもっていう自治体も出てくるわけですね。で私ははそれは やはり優先順位をしっかりと上げていただいて、えーまあ、まあ予算の関係はあるかもしれないけれども、子どもの安全のために、まずは最優先でそういうところを、まあ、今、順番、ね、あるかもしれないけど、飛ばして、先にそっちをやっていただきたいなと思うんですね、でまあ、実際に地元のやはり方からもです、ね、まあ、予算の関係で、やるっていうのは決めていただいてるところとかもあるんですよ、あのガードレールつけましょうと。ただ予算が ああ足りないので、えー、今年度中にできるかどうか分かりませんとか、そういうことになってるんですね、やっぱそれは、まあ、やはり担当大臣としてね、そのまあ、予算はおそらくこれ、国交省とか、そういう別の省庁になりますから、その子どもの安全のために、やはり政府間でね、まあ、大臣の方からです、ね、しっかりと優先順位をちょっと変えてくれと。 そういうところの予算をしっかりと先につ,くつけていただきたいということを申し入れていただけたらなと思っているんですけれども、大臣、いかがですか宮越大臣。5月8日に発生した大津市での未就学児の死亡事故をはじめ、子どもが犠牲となる事故痛ましい事故が後を絶ちません。このような状況を踏まえ先月21日に 昨今の事故情勢を踏まえた交通安全対策に関する関係閣僚会議が開催され、総理から未就学児を中心に子どもが日常的に集団で移動する経路の安全確保等について、対策を早急に講じるよう指示がありました。総理からの指示を踏まえまして、同日、関係省庁の局長級のワーキングチームを設置し、 早速、会合を持ち、関係省庁と連携、協力して、具体的な施策の取りまとめを今、進めております。今回の事故を受けまして、大津市、滋賀県をはじめ、多くの地方公共団体において、地域の関係者によって子どもたちを交通事故から守るための緊急の取り組みが行われていると承知をいたしております。 5月16日には、私も大津市長、それから5月22日には、滋賀県知事からそれぞれ緊急提言、要請を受けたところでありまして、政府としてはこうしたご要請等も踏まえながら、関係省庁が連携して対策の取りまとめを現在、加速させておりまして、交通事故から子どもたちの命をしっかり守っていくため、早急に実行ある対策を講じてまいる所得であります村野泰人君。 あのぜひ都道府県、自治体にです、ねえー、そういう国の方もおしっかり対応してやっているんだということをです、ね、しっかりとえて伝えていただいて、えーまあ、あ予算の優先順位があ下がらないように、気をつけていただけたらと思います以上で質問を終わります。はい 次に、内閣提出、日本国憲法第8条の規定による議決案を議題といたします。趣旨の説明を。